嘘でーす。はい、というわけで今回は京都府は八幡市橋本地区に来ております、はい、ここはなもう京都やけどほぼ大阪寄りやな、うん、そうですね、うん、で桂川とか宇治川とか木津川が合流して、うん、でそこに川あんねんけど、うん、淀川になる地点の最寄り駅の橋本駅ところに来てんねんけど、はい、すでにちょっと風情ある街並み住宅街が広がってんや、うん、京都地区の日本家屋があってって感じや。でここは古来よりそこの淀川が大阪と京都を結ぶ交通の要所として、うん、宿場町として栄えたわけなんだけど、ただ江戸時代その淀川沿いにびっしり建物が並んで、うん、でそこはなんと遊郭で明治時代に橋本遊郭として公認されて、うん、で昭和10年最盛期には80軒を超えるほどの橋本遊郭っていう遊郭があった地帯やねんけど、うん、だからその名残が今も感じることができる、うん、その跡地があるわけやねんな、うんまあ、廃墟となってるところとかもあんねんけど、うん、だからかなりこうその遊郭の建物がそのまま残ってたりとかするから、うんうん、かなり風情があるなんかそういう日本家屋が見れることができんねんけど、うんまあ、ちょっと今回視聴者さんからの依頼なんです、はい、公式 LINE に来たご依頼を読みたいと思います、はい、ジョー君こんにちは。あ、ちょっと女の人やからちょっと、うん、あのジョー君こんにちは。どっちでもええよ、いつも楽しく臨場感大事やろ、うん、拝見させていただいてます、早速ですがジョー君に紹介したい場所があります、うん、京都の八幡市にある橋本遊郭です、うん、現存する最古の儀楼建築です、うん、儀楼建築っていうのはその遊女と遊ぶ家のこと。あー、そうね、うん、で築120年の儀楼を中国出身の女性がカフェに当時の姿、玄関のタイル張りとかステンドガラスの飾りを再現してます。ここはで桐生花子の生涯のロケ地にもなったところです、うん、なんかその長編小説があったらしいね、その当時超わからないけど、うん、でなんと素泊まりのみですが宿泊もできます。で、中国のこれ狩猟っていうもんかな、肥料っていうもんかな、肥料や足つぼも受けられます。マッサージも受けれる、うん、でオーナーの女性に部屋を案内してもらえます。そうそのまま残っててそれ案内してくれるんだ、うん、遊郭の建築を。当時の女性の待機所とか、うん、おそらく日本最古の避妊具の自販機もあったりします。で見学の後はオーナーさんと中国茶を飲みながらいろいろ話をその当時の話聞けます、うん、で前の持ち主が顧客台帳までそのままにして売りに出したみたいです、で、親族が見て嫌な気持ちにならないよう顧客名は公表はしてませんが、まあもうそれはせんな、うん、で興味を持たれましたらぜひ行ってみてください、うん、ね、というわけで今回来ました。はい、すでに見てその人このヤオリキも、はいはい、なんかこうオムライスが美味しい新鮮あるよって書いてあるさ、休みなんかしまっとってってだから行かれんけどな、うん、あの人もちょっとなんかほんまやな、古い家屋の感じがするな、すごい風情あるやん、いつからなんのやろ、うん、昭和以前大正、うん、うん、明治、昭和、江戸からちょっと言い過ぎやろ風情ある街並みが広がってますけども、うわ、めちゃくちゃ風情漂ってるやん、うん、こういう売店とかめっちゃいいな、自販機ほろなんかね、見たことないこの体に悪そうなゼリースパーリング、うわ甘酒も、自販機すらもなんか風情漂ってるで、めちゃくちゃ古い建物が残ったまんまやね、そのまま駅前のこの建物とかもめちゃめちゃ歴史深い建築じゃない、うん、これいつからあんのほんまやな。で遊郭言うたらちょっとその飛び出し新地とか彷彿とするやん、うん、でこれちょっと太陽市博版感あるやん、うん、あるな、な、言った、うん、あれもだって太陽市博版も遊郭がそのままその当時の、まあ、儀楼やな、うんうん、儀楼が料亭になってるやん、うんうん、で今料亭として生きるみたいな、うん、今回それにも似てるわけやん、そうか、そうやな、うん、それがお茶屋さんになってたりとか、うんうんうん、っていうので、まあ、言ったら中国人の方が買ってんの。昭和31年とかに売春防止法って言って、うん、まあ、それを禁止することによってもう全国的なそういう遊郭っていうのが、うん、まあ、その儀楼を、まあ、旅館に変えたりとか、うん、あとは飲み屋にしたりとかそういう風な動きが出てきてんけど、うん、ただやっぱそのそれが令和になって、あとはまあ言ったら取り壊されたりとか空き地とかも増えていく中で、うん、ただああいう歴史深い建築、お、ここから見たらやばいな、ほんまや、ここ
から見たらめちゃくちゃトタンやな、うん、トタンの、うん、立派やな、ほんま立派やな、でっかいよ、うん、だからやっぱ歴史を感じるし趣があるわけやん、うん、その当時の情景っての建築自体にはさ、うん、すごいこう風情があるわけやん、そうですね、歴史的価値があるな、うん、だからその日本が好きな中国人の女性、うん、35年前ぐらいにあの来日して、うん、で日本国籍を取った正倉さんっていう人が、うんまあ、日本が好きなやろうな、うん、売りに出されたその技量の建築の建物を、うんまあ、2年ぐらいもずっと買い手がおらなくて、で雨漏りもしてみたいな、うん、古くなってた建物を買い取って、うん、でそれを保存しようと、うん、何でかって言ったら建築が美しいし歴史深いしみたいな、うん、それをまあ言ったらどんどんその継承していこうということで、うん、買った人がおるわけなんで、うん、今回その人に話が聞けるということで撮影許可が取れました。はい、でその建物も見れるらしいね、うん、その当時の遊郭の名残を感じることができるということで、うん、まさき視聴者さんの依頼からいろいろ調べてここに来ましたよ。はい、あ確かに軒連ねてるな、うん、なんかそう言われたらそうっぽいな、うん、雰囲気があるな。だからそこの2階部分がかなり古いけどさ、うん、そこに地元の旧むすみ楼っていう1935年の昭和10年地区の旧橋本遊郭屈指の高級技楼をやってみたいで、それを改修をちょっと加えて旅館橋本の香りとして開業っていうふうに書いてあるから、でもその当時の橋本遊郭の建築の名残を趣というか風情をなんか香りって表現してるのなんか、ああそういうことね、人柄を感じる、うん、その当時の懐かしみとかなんかこう香り、匂い、匂いって一番記憶に残るって言うやん、うんうん、言うな、あ、ここや、ここか、なんと書いてあるわ、旧二マスローって感じ、チャリッパやな、ちょっと天然立派やな、あ、足つぼとか普通になりたいな、すいません、1時にあのお電話したあのジョーです。はい、あのちょっと撮影もさせてもらえるということで見学と、はい、あ、まさくらさんですか、有名人ですね、有名人、あ、とんでもないですよ、すごいよ、素敵な建築建物ですね、はい、そうです、今日初めて、あ、僕初めてなんですよ、あ、そうですか、なんか僕の動画を見てくれてる人がその橋本遊郭のその跡地をこう保存して残してるみたいな感じで、あ、そうですか、いいですか、あ、え、どうぞどうぞ、お願いします、よろしくお願いします、あー、すいません、うん、はいはい、ありがとうございます、はい、今日はよろしくお願いします、どうぞどうぞ、ジョーって言います、はい、有名人、僕あの日本のカナーピーさん、はい、なんかよく見られるなんかで言うてて、あ、言ってくれてたんですか、そうそうそう、友人がですか、そう、あのうちのお客さん、あのお客さんですか、お茶飲むお客さん、あー、そうなんですか、それは嬉しい、そう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 、うちの娘もね、はい、あの名前聞いたらすごいわけ聞いたよ、有名人、私はそれは嬉しい、電話とかあんまり知らないから弱いからね、はい、日本語が あんまりわからないから、はい、私はね、ここは旅館なんですか、そう、旅館です、もともと三松楼でした、そうです、っていう橋本遊郭の跡地 で、はい、で、はい、でそれを購入しはったんですか、そうです、はい、すごいな、ジョブロック、ちょっとね、あの正倉さんが着替えてくるわ、うん、撮影用に、うん、って言ってくれてるから、だからちょっと待とう、はい、5分待ってきます、うん、ここだからほんまにこの橋本遊郭の中でも一二を争う屈指の高級建築やったって、うん、いやもう見た目でもそうっぽいもんな、うん、1935年、築昭和10年、うん、まあまあ改修も経てるけど、うんうん、でもその当時の名残を感じることができる、うん、あ、見てこれね、すごい、これ歴史深い、これ三脚かな、これ三脚や、歴史深くないよな、むしろ令和や、その当時の三脚がな、ちゃうねんって、だから全然すごいよその当時からあったら、っ待ってるから今なんかでもなんか友達にじゃ遊びに行ってなんか遊びましょうみたいな感じで言うやん、何やるかなって言ったら、ちょっと待って着替えるからって言って待ってる気分やから手持ち無沙汰やから、そう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 、死ぬな、え、これすごない、うん、これ、え、これあるやん、もうドラマでしか見えへん、このな、そう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 、殿様とか偉い人をこうやって運ぶやつ、うん、そうや、な、名前何やったっけ、これで、でも遊女を運んでたんかな、うん、どこかに、そうやわ、分からんけど、あんまなんか適当なこと言わんとこ、もうほんまに正倉さん来てからな、聞くんか、一番か、あ、でもこれ恋ちゃうかな、あ、これは多分恋やな、恋やんな、なんで恋やん、だから、あ、恋とかけてたんかな、恋愛の恋とか、そういうことだ、あとはこう、こうやって、恋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 って、まあそう言われたらそうやけど違うんやろな多分あの2階のあの手すりの感じが好きやわ、うん、
構上から見てたんかな。覗けるんかもしれないな、うん、その遊女が覗いてそれこそこれこれこれって言ってたかもしれないけど、うんうん、想像が膨らむな。あれから聞いて全部ちゃうかった、バレモノやのに。でもそのニューオーリンズって場所あんねん、うん、ニューオーリンズのバーボンストリートってあって、うん、あのそれそのストリートの両脇に建物が軒連ねてね、うん、バーがジャズバーとかが、うん、で2階がちょっとこうベランダみたいなあって、うん、でマルディグラっていう祭りがあって、うん、女の人とかがもう裸の祭りやね、上半身裸で、うん、でブラジャーとかこうやってやってたりとかするから、うん、2階で、うん、だからなんかそれを思い出して、そんな祭りあんの。そう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 、めっちゃ楽しそうやん。とかなんかいろんなの見てきたからさ、いろんなことがこう入ってくんね、はいはい、俺は想像想像の中に、うん、ほんまに静かで空気すらもなんか風情があるというか、うん、いいよね、住み心地がすごく良さそう、うん、それは思うな、うん、でもこの辺とかもあったんかな、跡地になってるけどな、抜きつられてたんでしょうね多分な。でもそうやってこう保存残してくれる人がいるからこう見ることができるってことやもんな、うん、あ、来た、ありがとうございます。一瞬でモデルチェンジしますじゃあ改めまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。あ、ちなみにこれ外見てて、うん、これって何ですか。昔の女の子が馬が座って男性が二人で運ぶ。あ、やっぱそうなんですね。これ何年前のものなんですか。これは100年前。あ、100年ですか。これは恋。恋ですね。なんで恋なんですか。意味がお客さん恋恋って当たってたやん。いや、そうかなと思って。あ、すごい賢い。やっぱそうやったんや。じゃあ翔太君を見てるけど翔太君何だ。どんな翔太君。橋本の男前。あ、そうですか。今よう似てるわ、ほんま。本当ですか。ジョーですよ。ジョー。はい。有名人。いや、とんでもないですよ。どんな有名人。ユーチューバーです。ユーチューバー。はい。あの、あれかいな。大阪です。ああ、あれ、西田におばちゃんと撮ってる。あ、そうです。よくご存知ですね。ユーチューブ見てるもん、おばあさん。あ、本当ですか。今回取材で来たんですよ。ほんでなんか顔見たことあるの。そうか。あのジョー君か。でも、そうたって言ってたじゃないか。今、そうた、そうた。そこの男やなんけど、男前やね。あ、本当ですか。 YouTube 大好き。ご近所付き合いに混ざれると。あらまあ、そうですか。そうですよ。今回、まさくらさんにちょっといろいろご案内してもらおうかなと思って来たんです。あ、そう、はい、おばあさん、おじさんといてや。あ、はい、わかりました。もうあんた有名人になったかなんがな。この辺に住んでるんですか。あ、そうそうそう。え、これは何の建物でしょう。これも言うか。あ、でも看板が立ったから、立ってあるから。看板じゃあ、あれ表札よ。あ、表札って立派ですね、めちゃくちゃ。そうそうそう、顔も大きいけど、表札も大きい。おもろいわ。あなた、ジョーク。はい。よう見てるんで、私。うわ、嬉しい。これも上がるんで、見といてください。もちろん、もちろん。また、はい。実家のお父ちゃんのところへ帰るのかって見てるじゃん。あ、本当ですか。親父の実家帰ったやつですか。そう、めっちゃ見てくれてるやん。なんか恥ずかしいな。こんなに長い企画に入りましたね。ああ、とんでもないですよ。だってここ有名な、ここの、いや、視聴者さんから依頼もらって。それも、一般的にはない建物やからね。はい。それは YouTube 流してあげてください。はい、なんかやっぱこういう歴史深い建物なんで。で、この家自体が喜ぶ。みんな講師潰して駐車場になっていくねんもん。ああ、そうですよね。もうどこもかしこも駐車場なんて。どこの家があったって維持ができない。あ、ママさんが買ってくれたからこれ維持していけるの。ありがとうございます。じゃあ行ってきます。もらってください。はい。失礼しました。ありがとうございます。ここはね、高級遊郭ですね。前は88軒なんては2軒は高級ですね。そうなんですか。だからレベルが高いんですね。高い、2軒が高いね。はい。で、6年前は1軒が潰したんですね。あ、潰れちゃったんですか。3年間が折り出して、で、誰も買わなかった。潰れちゃったんですね。潰れちゃった。はい、でもここは朝倉さんが買ったことによって改修工事とかもされて、うん、で現存できてるってことなんですね。そうですね。なんで買ったんですか。やっぱり、ね、不動産屋さんがここも2年半ぐらいが売り出して、はい、で誰も買わなかった、はい、もうボロボロになってもう潰れる前ですね、はい、売れないから不動産屋さんにやった時に進んですごい日本できの家って言われて、はい、で一回見て誘ってで来たんです。見たらやっぱり歴史が残ってる歴史の建物が素晴らしい、はい、あ、歴史深い、素晴らしくなかったんですね、はい、はい、そうなんですね、はい、もうその時はもう日本に住まれてたんですか。そうですよ。でも5年前に日本に来ました、はい、で日本が好きで日本国籍も取られてそうなんです、日本のどこが素敵やなと思ったんですか。綺麗、
綺麗し、日本人がみんなね、優しいね。そうなんですね。私来た時、ちょっと桜がいっぱい咲いた時は、はい、もう日本も美しすぎて、もう帰れない。もう帰れない。そうなんですね。それで、うん、日本の魅力にはまっていって、でかつこの建築も素敵やな。で、このまま取り壊したらもったいないということで、購入しはったんですね。そうです。見ながらいろいろ聞いていいですか？どうぞ。どっから聞いていいか分からんぐらいすごない？そうやな、広いもんな。だって今旅館になってるから、うん、泊まることもできるし。はい、そうです。お邪魔します。お客さんがこの部屋は女の子を待ってる部屋でね、よかったです。あ、こっちですか？そうです。あ、ここですか？女の子が待ってた部屋ですか？待合室みたいな。そうです。あ、まあ、この椅子とかはあれでしょうけど、この感じが。そうです。これ遊郭のまんまですね。天井ですか？そうです。この天井、その当時のものなんですか？そうです。すげえ、めちゃくちゃ立派なデザインですね。結構現代的なデザインじゃない？そうやな。それは洋楽のままで。で、綺麗しな。結構洋風ですね。あ、ここはね、洋風と和風はね、混ざってます。へぇー。高級やから。だからその海外のデザインとかも取り入れてたんですね。そうですよ。そうですよ。ガラスもそう。すごいわ、こんなんもそのまま残してくれてたんですね。そうです。前の家主さん。そうです。はい。じゃ結構価値高いんじゃないですか、ね。すごい賢い。見たらすぐ分かるんです。いやいや、とんでもないですよ。すごい。このガラスとかもですか？あ、そう、このガラスも昔のガラス。なんか1935年地区ですよね、ここって。昭和10年あたり。そうです、昭和10年です。で、はい、そこからなんか改築してたんですかね、内装は。あ、してないです。じゃあその当時からそのままですね。すごすぎて。で、私買った時は2階は洋楽出たまま、布団とか畳全部ないのまま、2階はね。1階は大間さんが住んでたから、はい、1階はまだ綺麗にしてた。でもガラスとか、はい、これは全部前のままね。台所とかお風呂とかちょっと新しいの入れたけどね、うん、他はあまり変わらない。改修が大変やったんじゃないですかね、うん、そのリフォームするお金もそうですし、うん、労力っていうんですか、うん、お風呂とトイレだけはリフォームしたの、うん、1階は、2階はしてない。2階はもう水も取らない、あの水洗じゃない2階、ちょっと見ていっていいですか？どうぞ。お部屋、太陽新宿版を一人で購入したみたいな。そうやな、そうやわ。お客さん入ってきて、はい、でもここで女の子を頼んでから、うん、決めてから、うん、ここから2階上がる。あ、そうなんですか。2階は16部屋ありますね。2階16部屋、ここはやっぱオーナーさんがこの部屋事務所みたいね。お客さん来たらここから出てくる。あ、オーナーの事務所ですか。朝倉さんがこうやって保存してくれるってことがまた魅力じゃない、うんうん、なあ、日本の方じゃなくて、こう近隣の方とかなんか、うん、じゃなくて、お、めっちゃ面白いな、うん。ステンドグラス、うん、うまい。これそのままですか？これは後ですね。ここはちょっと割れたから、あとで修理してつけたんですね。これは前のままですね。あ、奥が前のやつですか？うん、そうです。綺麗、うん、で、この部屋は前はあのお金払う部屋。お金払うんですか？だから下で女の子選んで上がっていって、ここでお金払う。そうです。うん、サクサクはないです。結構広いですね、お金払う部屋が。これ払うためだけの レジ、うん、部屋みたいな、うん、あ、そうです。全然広いな。じゃあここが今客室にもなってるってことですか？そうです。うわ、すげえ、ちょっと入っていいですか？いいよ、どうぞ。ステンドガラスね、その当時のめっちゃ綺麗、はい、ほんまなんか教会みたいな、うん、ヨーロッパの、うんうん、こんなんでしたね、この辺も、うん、まや、これはそのところから綺麗。はい、この天井もですか？そうです、ここね、ここがとって綺麗ですね。その当時にこんなデザインの、うん、天井、おしゃれな、おしゃれ、これは立派ですね。ちょっと取り壊すもったいないなってなりますね。すごいわ。私買った時は2階は6箇所雨漏り、6箇所です。6箇所めっちゃ広いで、2階、うん、あっちの奥行きも、うん、まい。でも構造とか形状はそのまんまってことですね。でちょっと床張り替えたりとかはしたんですか？床がね、綺麗から、雨漏りすごかった、うん、使えないで、ね、でところどころちょっと天井も張り替えたりとか。こっちも綺麗な天井やから、うんうん、どうぞ、うん、すごい、ザザ雨入るの、うん、もう空見えるくらい雨降った、だからその買い手が見つからなかったよな、うん、誰も買わない。旦那さんですか？旦那さん、嘘でも大丈夫ですか？あ、嘘でも大丈夫や。旦那さんめっちゃかっこいい、うん、身長高い。お邪魔してます。旦那さん、どこの方ですか？あの
エジプトですか？わ、エジプト、僕ら行ったらピラミッド見に行きました、うん、あ、そう、すごい、エジプトと元々でも中国で、で、今日本人になられて、うん、ありがとうございます。お世話になってます。で、旦那さんと一緒にここ購入されて、で、もう工事したんですか？全部私はリフォームをします。え？旦那さんの？え？旦那さん、名前何ですか？ハッサンです。ハッサン。うん、すごい。すごいな。このドア私は修理しました。あ、前開かなかったんだ。あ、開かなかったドア。前地震でカチッとなって外すもんできない。怖いな。これ、あれじゃないの、ハッサンの筋トレ。そうそうそう。ほんまや。筋トレジムみたいな。それもまたいいな。うん、これはもともとですか？あ、そう、これがもともとですね。うん、されてんな。うん。ここから撮っても綺麗です。ほんまやわ、めっちゃ綺麗わ。今日の服に合ってんじゃん、このステンドグラスと。いや、そうでもないけどな。しょんぼりしてる。こんなカラフルなガラスあるんですね。今はそこでない。その当時に。そうそうそう。ほんまよ。で、そう、女の子がここからお母さん呼んでもらえる。あ、やっぱそうなんや。やっぱそうなんや。俺の言った通りや。全部当たってる。ここから。あ、ここから呼んでたんですね。めちゃめちゃ狭いですね、この廊下。でもなんかそれがまたいいですね。両サイドにガラスがあって反射して、うんうん、面白いわ、うん、歩くたびにちょっと自分の波動でガラスが揺れる音がする。わかる？ほんまや、風かな思ったら、うん、めっちゃ綺麗、ここの下に、ね、光がそれぞれ反射してガラスの色が違うから色合いが豊かやな。だってほら、合ってるやろ、緑と緑でこの、うん、逆にそう、うん、まあまあまあ、ね、全然共感してくれない。深くはね、緑と赤ね。え、そうなんですか？赤、壁はね、赤が多いです。はい、緑も多いです。ああ、だからやっぱ合ってた、うん、じゃあ合ってた、全て合ってる。そうそう、合ってますね。じゃあまあ、ええわ。妄想量やから。この部屋番号は、後ろのあの、の形で作ったんですね。そのマサクラさんの感性と合わさってんな、うん、だってこれを綺麗に残すって結構ちゃんと壁紙貼り替えたりとかも難しくない、ね、うん、何に合うかっていうか、うんうん、だからあのさっきの旦那さんのが工事も誤ってミックスしてるよな、うん、感性。これは旦那さんのデザインですけど、これこれ、これめっちゃセンスあるやん。これはエジプトから持ってきたのね。合ってんもんな、うん、もうドンピシャやん。一泊いくらぐらいで泊まれるんですか？今は一人5,500円ね、消費税込みで。お、安い。この建築の中に泊まれるって結構価値あるで、うん、この階段があのお客さん帰るっていうの階段。帰るときの別なんですね。そうかそうか、あ、鉢合わせすんもんな。高級店やから、高級の店やから、そういうのも動線も考えられてんねや、うんうん、こっち見ていいですか？どうぞ。ここから庭見えるけど、あそこの引き鉢が用が使ってた感じ。へぇ、ここ昔のガラスですね。あ、これもで、下ガラス、ダイヤガラス。ダイヤガラスって何や？ダイヤですか？ダイヤみたいな、うん、うまや。うん、ここが霜から、霜みたいに溶けてるのは。あ、ほんまやわ、ね、素敵やな。で、ここ木1本です、長いの。これ、そうそうそう、1本です。こんなんですか、はい、あっちまで、うん、あ、そう、足まで。めちゃくちゃ立派な木じゃないですか。そうですよ、うん、まあ、ありがとうございます、残してくれて。先に言うとこう、素晴らしい、素晴らしいね。中国から来て、で、それに気づいて残そうって思われるのがすごいですね。もともとこの近くの人とかがね、残したいって思うんじゃなくて、うん、そんだけ古くなってたからお金がかかる。そうですね、改装は時間かかりますね。あ、お金かかります。あ、そうですよね。だから旦那はあのできるだけができやすい、値段が安くなってできないところは大変。旦那がもともと大工してたんですか？すごすぎる、うん、すごい。このガラスは昔のガラスで綺麗に立ってみて、ガラスはね、一日朝昼晩色違うからね、うん、時間帯によって変わるんですね、うん、移り方が。ここちょっとなんか、うん、セクシーやな、うん、ピンクやからやっぱそう感じちゃう、うん、めっちゃ立派な建物じゃない、うん、広くない？広いな、こんな奥行きあんねんな。真心を感じるな、うん、ここいいから屋根ですね。屋根裏ですかね、うん、そうです。お前で、
昔人ヨガの時は三角門がずもここから多いね。三角門が出します。女の人は働いてる住んでたんですか、ここに。住んでたんですよ。あ、だから働きながら住みかでもあったって。そうです。あ、そうなんですね。はい、でこの階段が女の子の専門の階段。で下閉めしたら一人一人で上がってきて部屋に先に入って、はい、お客さんが向こうお金払って。で、うん、案内して各部屋に案内されるんですね。なるほど、全部やっぱ窓がおしゃれやな。太陽の光だけでこんなに輝くんやな、カラフルに。うん、青くなってきて、うまや。ここは部屋結構女性のお客さんが待ってます。あ、ここ女性の方が。あ、確かに綺麗し可愛い。すげえ、ガラスってこんなに魅力的なんや、うん、俺初めて感じたかも。あんまね、見えへんもんな、こんなカラフルな。うん、ちょっと広い。ここが緑になってて。素敵、めっちゃ。でも落ち着きそうですね、この辺静かですし。静か、うん。こういう昔ながらの日本家屋の木造の住宅ってさ、うん、しかもこの非日常感が味わえていいよな。うん、なんかどっから見ても景色が違うから。うん、このベランダで朝迎えたらな、うん、こういうのどうさそうやな。いいテラス席やな。なんか海外に来たゲストハウスの雰囲気やな。あんまやな。想像はるかに超えてたわ、うん、こんな広い思わんかったわ。はい、めちゃくちゃ広いですね。え、ちょっとこんなデザイン豊かなんや。高級やったんだ、わかるな。初めて旅行できたんですか、日本は。私、はい、旅行じゃないね、日本語学校です。あ、日本語学校なんですね。学生で来たんですね。結構は前のままで。うわ、めっちゃ綺麗わ、ここ。そう、いいなぁ、ここ。割れてないしね、もうこのカーブの感じ、そうそう、ね、もうそのまんまなんですね。すごいなすごいな、これどうやって切り曲げたんやろ。うまいな、めっちゃすごい。こう曲がってたのかな。赤はすごい光ってますね、赤は、ね、お前、赤中は金が入ってます。赤だけは金が入ってますから、すごい光ってます。うん、赤だけちょっと光ってる、ね、これカメラやったらちょっと分かりづらい。分かりにくいな。赤だけちょっとここ輝いてるわ、うん、光沢が違うわ。ほんならもう、もしかしたらかなり価値上がってそうですね。うん、そうですね。ああ、この前、何でも噛んでがって言いましたね。あ、よう思ってて、これ何でも噛んでたんだ、それ何本あるんやろ。そう、このぐらいやったら100万ぐらい。あ、もしその赤がこのぐらいあったら100万ぐらいです。でもあのさっきのなんか火鉢とかいろんなガラスとか、はい、もう全部合わせたらすごいことになりそう。なるな。すごいわ。こっちの部屋は家族の住んでた部屋。その当時ですか。そうですね。あ、その当時その女の人とその家族も住んでたんですか。オーナーさんの家族、子供とか。あ、オーナーの子供の部屋。そうです、ね。今めっちゃ立派で、めちゃくちゃ古くから残ってんな。昭和10年やで、それ残せるってすごいな。新しいもんはどん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 生まれていくけどさ、この部屋はオーナーさんが自分で仕事してる部屋。事務所ね。あ、事務所ですか。お客さんが入ってきたらここからね。うん、はいはいはい、はい、この辺のタンスはその当時のすごいな。そうです、前のままね。タンスめっちゃ多いな、引き出し。着物入れたりね。あ、着物入れてたんですね。ぴったりな、これ、うん、この金の、うん、この中は空とか月、ここは月。あ、お前は月、空とか、あとこの辺とか、お金の裏のとお金の裏やって隅々までこだわられてる、うん、日本人のなんか繊細さが現れてるわ。薬杉木ですね。薬杉、薬杉、このラマンが郷土の琵琶湖の時計ですね。これが金庫ですか。国宝金庫です。なんじゃこりゃ、めちゃくちゃ立派やな。あとここ神様ですね。あ、うまや、神棚か、うん、で、ここはわざと低く作って、お客さん来たら礼してから、神様したら礼してるから、お客さんも帰る。だからわざと低く、わざと低く、するために。そうです、普通にレーターで生えたり、ここは、ね、頭を打たないから、礼しなくてもいいから、ここから出ます。あともう一軒あるんですよね、向こうですね。2軒、うん、2軒残してくれてるの。はい、3軒、もう1軒はジョブロック。次ですね、次チャローの方ですね。で、ここも買ったんですね。ここはもう半年前買ったんです。ここも遊郭で、あの、うまや、すげえ、うん、かわいいな。女性の、
改装はまだしてないから、ね、入り口だけ撮ろうか。あ、はい、ありがとうございます。でこんな感じで、ね、これは前のままですね。古いのですね。すごいな。でタイルとかね、このタイルとか、はい、でこの前からガラスとかね、まあまあです。結構広いからね、2階15分やまだ改装してない。ありがとうございます。ありがとうございます。ここもそうないな、うん。ここも奥まで多分広いんでしょうね。うん、ここはタイルとあんまが結構な大きいんですね。このタイルが本も出たんですね。50年前。第2UAローです。で、一番この付近では最古の遊郭建築。1899年。はい、225年だ。だから一番最古なんですね。そうです。あーあれから宿場町の風景、ね、なるほど、交通の要所やったから淀川が、あ、そうです、その淀川の風景、そうです、昔のね、うん、船が直接大阪から来るから、でここで今お茶も飲めるんですか、中 で、はい、カフェとして、そうです、中国茶葉が綺麗から、うん、そうやからなんか中国茶なんかなさっき話してたお客さんが、うん、中国茶飲んだら全部出ていくからっていう話を聞き逃し、うんうん、さんと聞いてた、ちゃんと聞いてたよな。めっちゃ綺麗やばい、そう、めちゃくちゃ綺麗。これが昔のレジですね。レジ、レジ、これ昔のレジ、すごいな。イエロー近所やったら俺毎日来ちゃうかも。でこの形がすごい面白い。大体この形は外にするんですね。ほんまや、部屋中でここは女の子を待ってる部屋。あ、普通外にするようなこのな、ね、外観のところを中に作ってるって面白い。そう、賢いタイムさんが面白いタイム、はい、うん、こんな考えても面白い。本当ですね。だからこれちょっとこうやって外から見たら中にもう一軒家があるみたいな、うん、で、女の子に、ね、可愛い女の子を待ってる。あ、ここで待ってた、うん、そうですね。で、閉めてるね、うん、ドアあるか閉める。あ、閉めるんですね、うん。あの辺の神棚も当時のままですか。そうです。縁起良さそうやな、うん、すみません、失礼します。はい、どうぞ。で、タイルね、このタイル、中学のタイルですね、うん、そのまま当時の、そうです。で、カフェが自分にとりしてる緑が、お前は、お前は、この中は本当のこの緑です。あ、まんまその当時の緑ですか。 そうそうそう、それの寿司壁やから、お、お、なんかこの緑やから、で、私同じ色に探して寿司壁を埋めたんやね。あ、埋めたんですか。同じ色、同じ色の緑、これが音がもう、名刺の音、ほら、まあ、きしんでんな、きしんでる音が、なんか趣を感じますね。ヨカ、この、ヨカは、本当の黒い。で、この階段がすごい可愛いね。こんなして、あの、バイ階段ですね。ほんまや、Y字になってんねん。そうです。で、右は3部屋、左7部屋、全部10部屋あります。初めて見た、俺こんなに両サイドに分かれてる階段、うん、この壁、次は、ね、このままユーガーとかね、この赤色がですか。そうです。で、やっぱ緑と赤なんや。そうです。全然真っ黒のなんかダウン着てきてるけど、いやいやいや、全然意識してない。知らなかったから。これが前のコンドームの販売機、今日本はヒニングとかしかもうないですよね。あ、ヒニングですか。そうです、ね、ゴムの、うーん、コンドームの、この面白い、めちゃくちゃ面白いよ。あんまりないですね、残ってない、みんな買ったね、うん、うまいわ。ここにお金入れて、で、ここから出てくるんですかね。あ、こうやってやってちゃって出てきて、すごいわ。どんなコンドームやってやろな、その当時の。今より暑いじゃない。これは遊郭の人数なんですね。おばあちゃん持ってるね、これ。で、この女性が下は、あー、チンポー館であった、うん、見たことあるわ。うん、これモザイクやわ、うん、で、ここはおしゃれやな、うん、これエジプトのあれですか。クッションすごいな。なんかペルシャ絨毯みたいな。そうです。で、これはあのヨガの時に、これはナーナーのヨガを潰してもらったの、各国が混ざってるのがいいな、この現代に。、うん、でも本物これ明治からあったんですね。これは100年前ね。すごい。大正時ナーナーのヨガはね、残ってた。トルコのガラスみたいな。すごいわ、めちゃくちゃ綺麗。うん、これ
前のまま。あ、これもですか。うん、これスターの。スターの。へえー。これ木なんかな。桜の木ですね。あ、桜の木ですか。はい、桜の木です。昔の人ってやっぱこうちゃんと自然を生かしてるよな、うんうん、あ、ここさっきの女性がここで上からかわいかわいてやるベランダですね。でここが前の洋服ですね。あ、ここも洋服か。まだ今は十何軒残ってますね。あ、建物自体は十何軒残ってて、その当時はなんか60軒以上あった。あ、88軒あって、で女の子は700人ぐらい。700人ですか。そうです、すごい盛んです。大遊郭や。電車が橋本来たらほとんどみんな降りれますね、うん、すごいよ。この通り、あの男変わり言われる、もう歩くまくでももう寄っていくからな、もう川川で寄ってますね。ああ、流されていくんですね。こうあーってそうそうそう、だから川みたいやから男川、男川で言われて。面白い面白いな。そうなんや。あっちですね。うん、左ですね。これ本当に鉄の鉄スリとか。あ、昔のね。昔のこれ塔ですね。でここはちょっと中国風の喫茶が、あ、その中国の喫茶に仕上げてるんですね。そうです、リフォームして。そうです、すげえ。電気、これは湯河のね、湯河の家に使われたね。これとかね、すごいよ。日本と中国が融合して素敵な空間になってますね。前のものが、はい、ちょっと洗ったらめっちゃ綺麗だ。すごいセンスやな、シャレすぎに。今は本当になかなかないですよ、はい、でこのガラスとかね、はい、昔のガラス、下ガラス、もう今じゃ作れない。そう、作れないですね。芸術品やな、うん、めちゃくちゃなんか目の保養になってるわ。 こっち来ると7部屋。わ、なんかこんな廊下っていう廊下を歩いたの久しぶりやわ。あ、ここも部屋やったんですね。そうですね、これも昔の電気。博物館や、博物館やな。うん、うまいな。これもままですか。そうですよ、これは前のまま。前のままですか、うん、めっちゃ可愛い。何、おしゃれやな。これはうん、めっちゃいいよこれ。家のなんか洗面所こんなんがいい、うん、あ、これトイレですか、うん、あ、ほんまやわ。電気さえないけど、そうそう、そうなんですね、うん、よかったけどね、大体お客さんも来る。体洗う場所はなかったんですね。お風呂みたいな、シャワーとか。そう、そうですね、うん、こっちもあって、あ、こっちもガラスが緑やから、緑に反射してるわ、うんうん、おー、すごい。緑色になってる部屋、うん、面白いな。ここはね、予約帳ですね。ああ、お客さんの予約表みたいな。そうそうそう、ちょっと僕だけ見ていいですか。いいですよ。あ、これやったら映していいですかね。ああ、いいよいいよ。真っ白な、ああ、ほら、そうそうそう、休憩とか、あとこれ多分泊まりかな。で、住所、職業、氏名あって、わ、すごいわ、年齢特徴ですらある。へえ、係とか備考欄とかしっかりあって、ここから1階降りますね。1階に降りれるんですね、はい、それまた出る人ですかね。この階段が女の子が指名したら下からここ上がってき て、で部屋、各部屋に公共店じゃないから向こうが入ったり出たり、向こうの階段、あー、そういうことですね。お客さんさんものさっきとちゃうんですね。で、ここの留学のお客さんは20代人が多い、若いお客さん。あ、だからちょっと料金も安いからこそ。安いから、そうです。若い子でも来やすかったんですね、こっちは。戦争行く人人は女性知らない、ここに遊んで、はい、で出発です。そういうことなんや。で、これが遊郭女の子の枕ですね。枕、これ、これの上に乗せるんですか。そうですね、髪の毛が擦れないような。これの上に頭乗せるんですか。そうです、ここちょっと柔らかいのある。あ、柔らかい、クッションみたいなのがあって、うん、そういうことですね。で、ここで動からんな、お前。重機に書いてあるわ。うわ、字体がいいな。ここにこれもうつけたしたいな。蒸気ミシンになるな。すごいタンスやな。隠し扉とかせんもんな。机もまんま残ってるんですか。そうです。それだけでも価値あるな、うん、価値あるな。立派な机。重たい重たい。一見結構値段するんですか。買い取る安いんですか。修理する改造する高い、うん、リフォームが、ね、めちゃくちゃお金かかるけど、ここの土地とか建物自体はやっぱ安くなってるんですね。安いでしょ、あ、これ外のなんか一応。そう、ほら。あ、ほんまや。面白いわ。京都の建物にあるよな。うんうんうん。あるな。でも京都やけどな。うん。あ、全部その当時残ってたやつをここに出してるんですね。すごいタンス
かね、可愛いがね。この壺もすごいね。ありがとうございました。この人形も龍角の人形ですね。男は女のものを持っているね。女は男のものを持っている。それが龍角の人形です、ね、ちょっとお茶飲んで行っていいですか。いいよ、お茶はちょっと呼ばれよう、うんうん。あ、赤、一番人気、二番人気、紅茶。すごいでしょ。この町はね、要は昭和33年までね、遊郭というものが存在した、はい、で、それは明治の10年に保障制度というものができた、はい、おばさんは明治には生まれてないけどね、はい、ここで生まれて、あの家で生まれて80歳、はい、今80歳ですか。80歳、ずっと今。めっちゃ元気ですね。元気やで、もう大変元気、うん、でこの町をママさんが遊郭が終わってから、はい、みんなその33年に終わったけれども、はい、何かをして食べていかなかった、ね、働いてはった人がここには675名いはって、その当時女の人、はい、将棋さんっていう人やな、はいはい、せやけどもそこを経営してるこの義老というものも86件あって、そこに675人の女の人がいはって、それは人身売買、それがいけないということで、はい、売春防止法が制定されたんな。ほんでみんな老主も働いてる人もお商売をしたわけ、はい、それでここに残って何かをするかって言ったら、サラリーマンになるか行員さんになるかや、経営してたものは、うん、ほんでお商売に体を売ってた女の人はみんな家、はい、里へ帰るか、はい、結婚するか、はい、そういうのんでこの町は33年3月31日でももう真っ暗、あ、真っ暗になったんです。もう日は消えました、はい、それまでは夜になって5時になったらもう男の人の顔は、京阪電車はみんな男の人出ます、おります、はい、どんなに賑やかなとこやった。おばあさん中学3年生、そうなんですか。一気にもう真っ暗になったってことですか。それがなくなって、でここは田舎です、はい、だから富田のようにね、はい、闇でということはなかった。あ、みんな辞めてしまった、はい、だから辞めたからこうして普通の町になったわけ、はい、みんな職業は外をしたわけ、うん、富田とかなんたらいうとこはみんな闇で、はい、ソープランドとかになったわけ。まあそこはもうほぼね、うん、なんかもう、はい、だけどここはもうほんまにそういうのなくなって、まあ全然完全にもなくなってでもこう建築のこの建物はこの小桜さんがこうやってやるから、みな僕らも見れるようになって、ひなびた町をこのママさんが買ってくれはったわけよ、お家を、家をな、うん、だからこうしていろんなお方が見に来てくれはって、はい、それでまたいろんな若い人たちも来るようになって、それはやっぱり嬉しいことですか。いやいや、ご近所の方からして、はい、半々半々なんですね、うん、半々、それは正直なところ、なぜかといえば、はい、静かになって、はい、もう遊郭がなくなってから60何年経ってるわけね、はい、そうするとこの土地を売っていかはると新しいお家が建ってくる、はい、新しいお家の人は遊郭なんてものを知らない、うん、普通の住宅地やと思って建てて買ってきた、うん、そこでは静かに暮らそうと思ってたのに、お商売をすることによってまた賑やかに来てくれはるというのを総領の中で喜ぶ人もある、はい、せやけれども静かに暮らしたいのにっていう人もある、うん、その当時の歴史を隠したいっていう人もいるからこそっていう意味で半々なんですね、おばあさんなんてどんなに青春時代はもう反発した、そりゃ嫌よそんなお商売、お父ちゃんにどんだけ言うたなんて、こんなお商売したのって、それは正直だと、はい、でもおばあさんはこういうふうにオープンになぜにって親にも反発したよって、はい、いうことを皆さんに言えるけど、それさえ言えなくても卑屈になってくる知ってる人が多いということ。ああ、そうなんですね、大変な町やったね、閉鎖的な、やっぱりそういう職業だからこそ隠したいここがあるっていうこと。でも建物はでもすごく美しくて、この建物自体は僕なんか残ってくれててよかったって思いました。建築家なんかみんなこうやって来はるんですね。だから一つのこう芸術としてというか博物館見てるみたいな。そういうことを認識してくれるようになったのよ。お茶美味しいですね。甘いですね。フルーティーやな。なんか鮮烈な方向と重厚な味わいやな。鮮烈な方向と重厚な味わいです。どっか見て言ってるやろ。全然全然。書いてるやろってそこに。書いてる書いてる。え？あ、ここやん。重厚な。めちゃくちゃ書いてるよ。鮮烈な。フルーティー。
なんかそこまで書いてない書いてない書いてない。ハーブのステージ。すごい肌綺麗なの。何それ言ってました。毎日これ飲んでるから。嘘つけ。お母さんやねん。楽しないでしょ。でも、めちゃうん、綺麗。落ち着く、ね、お茶いいな。ここで飲むから余計いいな、うん、感情が入り込んでしまうわ。お茶いいな。いい旅したな今日も、うん、なんか五感で感じたわ、うん、でね、私はね、いつでも前々の時に言うのはね、日本の国は本当に貧しかった、うん、なぜかって言ったら人身売買はいけないよ、はい、でもね、娘が生まれて娘によってその親も兄弟も食べていけたんや、はい、娘を売ることによってお金が入ってくるわけ、はい、それはここで働いてはった女の人をおばあさんは子供の頃に時間に見てると、はい、その人たちはやっぱり自分の体を売ることによって親兄弟が食べていけたということに自負してはった、はい、ああそうなんですね、誇りに思ってたんですね。そう、前から喜ぶ人少ない、せやけどそれによってどんなに貧しい家の人が売られてきたか、うん、今とは違う、本当にそれは日本の国が貧しかった。だからその仕事があったからこそその生活の基盤になったってことなんですね。だから一つの必要な職業やったってことですね。大事な家族を守るためのほんまにそうやで、小説やな、映画ではな、表面や、表面しか見えへん、はい、そういう人が赤い地盤来てな、男の人とうんぬんって、はい、そんなことだけじゃ、そこの根底にはどんだけ貧しいとこの女の人が振られてきたかっていうこと、はい、で私前々の時に言うねん、やっぱりキャッチの涙を流しながら働いてはってんからな、ふとここへ来てこういうところでそういうお障害をしたかった女の人が言いはったっていうことをちょっと心に留めてあげてもったら、その人の供養になりますよっていうような話をするのね、はい、そういうことですよ。ありがとうございます。重みのある話が聞けた。ジョブロック、ありがとうございます。お元気で、いや元気で頑張ります。お母さんもお元気で、近所付き合いのスペースになってますね。いや、ありがとうございます。素敵なお話を感動しました。もう建物が圧巻で、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ勉強になったわ、うん、話聞けて、なんか歴史の中にお邪魔した気分やわ、うんうん、より入ってきましたね、やっぱ実際見ながらやし、その当時のね、うん、あの見てる方はお母さんが話聞いてくれて、うんうん、ご近所さんで現れてくれて、その人がいろんな話聞いて聞かせてくれてさ、うん、まあやっぱその過去のことをな、やっぱ隠したい人たちもおるし、うん、まあ、いろんな思いが混じりやってるけど、うん、でもあの建物としては残ってることによって新しく見れる、うんうん、俺らはこうやって見ることができたわけだから、うん、ありがたい気持ちになったな、うん、すごくなんか最後のあのお母さんの話を重く受け止めたな、うん、なんかやっぱりこう日本ってどん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 平和になっていってるからこそ、豊かになってるからこそ、ああいうこう建築美とかに対して美しいなと思うけど、その奥行きにはもっともっといろんな人たちが辛い思いしちゃい、うん、でもそれでも誇りに思って生活の基盤として大事にしてきたっていう、そういう過去もあるんやなっていう風な目線になって、すごく重く受け止めて、ラフに見るっていう感覚よりも、まあでも豊かやからこそそういう風になんかこう美しいなっていう感じで芸術として見るっていう感覚になって、ああやって人が集まってるっていうところもいいところでもある、うんうん、だからこそここの地域の人たちは半々やって言ってたけどな、うん、お母さんは新しい人たちが来ることによってすごくこう賑やかになっていいなって思う部分と、ただ辛い過去を隠したいっていうところと、そうやな、まあでも歴史っていうのはずっと動けへんからな、その一点で変わらないもので揺るがないものではあるから、うん、ただ建物にはなんかそういう美しさっていうのはな感じるから、うん、すごくいろんな感慨深い気持ちになったな、いろんな意味で感動したわ、うん、というわけで、はい、今回は NHK のショーブログで曲上があるよな、あるな、うん、次の土地に行こうか、はい、ありがとうございました。やりたいこと